僕でもそんなギロチン得意じゃないと思います正直。パッとはまった時に気づくし分かったし、それよりも右手で抱えられてたんで右手の手首を持たれてその後の三角に移行することの方が自分は気をつけてたんで、最初ギロチンわざと入らしてちょっと力使ってまあ弱ってきたの分かったんで、その後もすぐ三角締めの対処法だけちゃんとやって締められながら二の手三の手ぐらい考えてたんで、まあ全然大したら大丈夫でした。